日本中部地方石川県金沢市、高林坊高林坊は、石川県金沢市中心部に位置する地域、または、町名の名称であり、隣接する片町とともに、金沢市を代表する繁華街、中心市街地である。高林坊交差点に建てられている石碑、高林坊の由来が記されている。町名の由来は、比叡山の僧であった、高林坊が原属して、 この地の町人向井岳の跡取り、向井田香織林坊となり、以来目薬の製造販売に成功して、降林坊家として繁栄したという説が有力である。再開発された映画街の広場には、この由来にちなんで、目薬の木が植生されている。江戸時代には、金沢城に近い地の利を生かし、北陸街道沿いに商店が立ち並ぶ、商店街として、同様に街道沿いの橋場町、 終わり町、武蔵が辻などと共に発展。明治時代になり、近くに旧制第四高等学校が開校したことから、学生向けのカフェや映画館などが集積することとなり、北陸最大の繁華街となった。1923年片町に、宮市百貨店が、1930年武蔵が辻に、三越が開店し、相対的に客足が遠のいた。 1970年代、全国的に暴走族が社会問題化すると、金沢でも公輪房一帯の道路に暴走族が現れ始め、夜間に暴走行為が繰り広げられるようになった。1972年7月9日深夜には、公輪房一帯に約2000人の群衆が集まり、暴走行為の見物や暴走者への投石により、騒然となることもあった。 1986年、市街地再開発事業である、高林坊アトリオのキーテナントとして、宮市百貨店を前身とする大和が高林坊に移転し、再び金沢市の中心商業地となった。このほか、同時期の市街地再開発事業で、高林坊109の誘致や、高林坊周辺の建町ストリートの整備によって、若者の集まる街になっていった。 2006年の金沢フォーラスの開業や2011年に金沢100番街のリニューアルによりリントがオープンすると若者の集まる場所が徐々に分散されるようになった。そのため、高林坊大和や高林坊アトリオへの高級ファッション雑貨店の進室や高林坊109から高林坊東急スクエアへのリニューアル高林坊ラモーダが開業するなど 若者の町から大人の町へと変貌しつつある。2009年までの15年にわたって、石川県における路線化が最も高額な地点であったが、2010年にはその地位を金沢駅東口に譲ることとなった。2018年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 高輪坊アトリオ高輪坊東急スクエア金融機関、マスメディア、高輪坊交差点周辺に北鉄バスグループと西日本 JR バスの高輪坊バス停があり、特に北鉄バスは市内を走る路線の大半が経由する拠点となっている。その他、金沢フラットバスと北鉄バスの乗り場は6つあり、それぞれ番号と副章が付けられているため、これを用いて記述する。 特急なき路線は北鉄バスグループのものである。四港記念館前、石川県金沢市大阪2丁目にあり、北鉄バスの広坂方面の以下の路線が停車する。2014年11月までは中央公園前だった。2台が同時に上空扱いできるシェルターが設置されており、前方に進み、浅市町方面の後方に翔太ての本田町方面の時刻表と接近表示が、 設置されている。金沢フラットバス材木ルート、高林坊、戦国通りはステイ石川県金沢市大坂2丁目にある。北鉄バスの発出所前だった場所で、セルターも残っている。市役所前、石川県金沢市大坂1丁目にある。泉野出町、野の市、西金沢方面乗り場だったが、多くの路線が丸の内経由で、アトリオ前に停車するようになったため、 2020年、現在停車するのは以下の路線のみである。金沢フラットバス、菊川ルート、高林坊バス停石川県金沢市片町一丁目にある。北鉄バスの市役所前よりも高林坊交差点よりに設置されている。アトリオ前、石川県金沢市高林坊一丁目にあり、北鉄バスの高速バス名古屋線。 広坂方面と片町方面の以下の路線及び JR バスの広坂方面の以下の路線が停車する。町バスの降臨房台はアトリオバス停もここに設置されている。バス3台分の長さのバスウェイが設置されているが方向ごとに乗り場が分かれているわけではない。北鉄バスの広坂方面の路線は続いて4校記念館前にも停車する。東予コイン前。 石川県金沢市高林坊2丁目にあり、北鉄バスの小松空港線、温泉特急線、富山線と下越の大バス金沢線が停車する。もともとは、淡ヶ崎、柳橋方面の路線が使用していたが、1998年3月に、日銀前停車に変更され、高速バスなどが停車するのみとなった。2007年10月までは、寒銀前だった。 日銀税石川県金沢市高林坊2丁目にあり、北鉄バスの金沢駅機能路線が停車する。町バスの高林坊東急スクエア、日銀前バス停もここに設置されている。金石、淡ヶ崎、柳橋方面の路線は2018年12月1日にラモーダ前停車に変更された。ラモーダ前、石川県金沢市高林坊2丁目にあり、北鉄バスの武蔵が、 辻、大見町市場方面で、金沢駅行きでない以下の路線と JR バスが停車する。2018年12月1日に、それまで日銀前に停車していたバスの、内北陸鉄道グループの金沢駅行き以外の、系統と西日本 JR バスの全便が約100メートル北側に新設された、この乗り場へと移った。北鉄バスの5番は、 結番となっているが、2012年3月までは、アトリオ、戦国通りの副賞で、石川県金沢市高林坊一丁目にあった。現在もシェルターが残っているが、タクシー乗り場に転用されている。高林坊地下駐車場高林坊、金沢駅西金沢駅金沢西、IC 野の市駅金沢市における、市通常、高林坊は高林坊。 片町地区と称される場合が多いため以下の説明では、高林坊を片町界隈として紹介する。また、以下の5つの商店街では、2007年から金沢をタウンズと称し、中心商店街の活性化運動を行っている。高林坊交差点を中心とした商店街であり、若者から観光客まで幅広い客層をターゲットとしている。大和の本店がある。 高輪坊は鳥を、ファッションビル、高輪坊東急スクエアが、中核の商業施設である。詳細は、縦町を、参照詳細は、広坂を、参照高輪坊を、縦町、大阪の間に位置し、接続点となっている。現在、金沢21世紀美術館との相乗効果を、期待して、21世紀ロード、柿の木畑と称している。主要店舗には、宇都宮書店があった。 詳細は、片町を参照高林坊商店街の高林坊、東急スクエア側の裏手にせせらぎ通り商店街、縦町商店街の延長線上に新縦町商店街などがあり、これらの商店街は、中心商店街とは違い、独特の特徴を示している。せせらぎ通り商店街は、せせらぎと名が付くように、金沢特有の曲線上の水路沿いにある商店街で、 景観整備により落ち着いた雰囲気で、商店的にも大人の街的な商店街である。金沢の観光地である、武家屋敷跡に隣接している。新建町商店街は、建町商店街の延長的な商店街が、並びつつも、老保の商店もあり、他の商店街にはない新旧入り混じった個性的な雰囲気の商店街である。元は、朝倉市の家臣であったが、 朝倉市滅亡の後、比叡山延暦寺の僧になっていた。同じく、朝倉市の元家臣で、金沢城の近くで薬屋を営んでいた向井岳に、養子に入るために現属した。ありがとうございます。